皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回から新ガンダム無双最後のミッションである真のガンダム無双をやっていくよ。ついにここまで来ましたね。新ガンダム無双は特にやり込みをしないといけないって感じではなかったけど意外と時間がかかっちゃったね。とはいえ聞く話によるとこの真のガンダム無双は難易度も高いからここからが本番らしいんだよ。確かに難易度星8っていうのは今までやったことない難易度ですし覚悟は必要かもしれませんね。まあ今までなんとかなってきたし大丈夫だと思うけど。それじゃやっていこう。それにしても真のガンダム無双ってどういう物語なんだろう。ガンダム無双さんとかだと全ての元凶としてナイトガンダムがいるって感じでしたけどね。あれは一本のストーリーだったからできた感じだけどこのゲームだと一本のストーリーじゃないしな。今のところ特に何かがあるわけじゃなく鎧姿の機体が暴れてるって感じみたいだね。武者ガンダムだけに武者修行しててその武者修行に付き合うとかなのかな。ティファの後ろに武者ガンダムが？武者ガンダムはティファの背後霊だったってことですか？でここで一旦切れるのかよ。しかしこのタイミングでティファの後ろに武者ガンダムが出てくるって少しわからなくなってきましたね。とりあえず武者ガンダムの話を聞いてみないとな。いや今度は武者ガンダムマーク2かよ。さっきは武者ガンダム1機だけ背後に立ったのかと思いましたけど本当はみんなでティファの後ろに立ってたのかもしれないですね。あまりにもティファの後ろ盾が強すぎる。話を聞いた感じこの3機は強すぎる自分にふさわしいパイロットを探してるみたいですよ。武者修行じゃなくてパイロットを探してたのか。なんか武者ガンダムがポケモンみたいなことを言ってる気がするけど早速力を示して手に入れちゃいますか。で今回もAフィールドを取られると即敗北か。真のガンダム無双で即敗北系のミッションは厳しくないですか。まだ最初のミッションだしそれに難易度も星6だったから大丈夫なはず。とはいえさすがに敵の入撃系とかが流れ込んでくるとさすがに対処しきれないし、まずは敵の進行ルートにあるフィールドを制圧しようか。敵の進行ルートは手前に津波さんだけですし制圧できたらだいぶ楽になります。上の道は味方のエースパイロットが向かってるし僕は下の道を抑えるか。とその前に一旦手前のフィールドを制圧していこう。マップを見た感じ上のルートにエースパイロットが集結してますね。見て、3機も上のルートに集まってるのか。このゲームは敵のエースパイロットの方が強いからできるだけ早めに援軍に行かないと上突破されるかもな。やばいよ、気にしてたら普通に下の道突破されてる。先に援軍のフィールドを制圧しておくべきだったかもしれませんね。こんなに動きが早いとは思わなかったんだよ。とりあえず第2扇のクアンタムバーストで遊撃兵を倒しつつ鏡にダメージを与えれたぜ。でも半分しか食らわないのか。仮に大きいアンターを買った時は一撃で撃破することもできたんですけど、さすがにここまで難易度が上がると火力が足りなくなってきましたね。まあそれでも半分は食らうみたいだし2回使えばいいだけだよ。さてと下のルートのエースパイロットが鏡だけだったみたいだしこれで安全にフィールドを制圧できるね。それじゃ上のルートの援軍に行きますか。上ルートも素早く仲間が駆けつけたおかげで味方がやられることはありませんでしたね。でなんとガンダム、しかも武者ガンダムマップ2までいいじゃないですか。こんなところでこいつが出てくるのかよ。てっきりこのミッションのボスとして出てくると思ったのに。でもフィールドバーストモードも使ってるしこのまま削りつっちゃおう。ちょっと怖いのでコンビネーション扇使います。ナイトガンダムに削りすぎでは。バカ野郎この難易度でナイトガンダムの攻撃とか下手したら一瞬で解けるかもしれないだろうが。でも使う直前に攻撃力アップも拾ったしこれ武者ガンダムマーク2の方は倒せるかもな。ミネルバ、タンコイザー起動だ。マーク2にミサイルなんですが。さすがにタンコイザーで投げ払ってはくれないか。でも計画通り武者ガンダムマーク2は倒せたね。ナイトガンダムにもいい感じにダメージが入ってるしこれは結構簡単に倒せそうだな。さらばナイトガンダム、このクアンタムバーストで終わりだ。さすがに攻撃力アップ中のクアンタムバーストはマジでヤバい威力してますね。で数が多いし扇発動直後にガードを吐いてくれるから確実にダメージが入るからね。さてと残るはイザークだけか。てやばい、このフラッシュバックファントムの連続攻撃普通に火力高いんですけど回復しないと普通に負ける。危ないところでしたね。連続攻撃の途中で抜けれると思ったけど普通に抜けれなかったし食らうのはマジでヤバいな。こんな難易度になってからああいった連続攻撃系マジで怖いですよね。単純に火力が高いから一瞬で削り切られるのが怖いよね。イザークの HP もあと少しだけどちょっとここは安全策を取って扇で終わらせよう。本当にもったいないですね。遊撃兵も倒せると思ったらもったいなくないよ。さ
れとある程度フィールドも制圧し、フィールドも安全そうだし、そろそろボスと戦いに行きますか。ていて、武者ガンダムの攻撃が炸裂しましたね。キーあまりにもコンボが痛すぎるって。あっぷねえ、マジでワンコンボで終わらされるところだった。でも今ので僕を落とせなかったのは失敗だったな。逆に僕が削り切ってやるぜ。果たしてこのコンビネーション奥義がどこまで削れるかですね。なんとか角に運べた。あとはミネルヴァでどこまでダメージが出せるかだな。うおー、頼む削り切ってくれ。びっくりするくらいダメージが入ってないですね。こんなに食らわないことあるのかよ。とりあえず一旦回復を入れておかないと。神はいない。無事回復もできて体勢を立て直せた。こっ攻撃力アップも起きてるじゃん。それで奥義ゲージも満タンだし、あの必殺技を使いますか。攻撃力アップアンタムダンサーくらい。攻撃力アップもしてますし、本当に必殺技系能力してますね。今回も無事対話できたね。殴り合い以外の対話の方法を模索した方がいいのでは。それにしてもまさかこんなところで3機を相手にするとは思いませんでしたね。確かに僕も1機ずつ出てくると思ったから少しびっくりしたよ。なんだこいつら負けたくせに期待外れだとかふざけたこと言ってるじゃねえか。まあ実際今の戦いだいぶピンチの瞬間が結構ありましたから、真のガンダム無双と言われると疑問が残りますよ。僕こそ真のガンダム無双なんだけどな。であいつらはどこかに行ってしまったのか。自分より強い人間を探しに行っちゃったみたいですね。このままだと戦火が広がるばかりだし、早く追わないと。ついでに真のガンダム無双って認めさせたいしね。というわけで次のミッション。次は上空ですか。ミッション概要を見ると武者ガンダムとかと違う勢力みたいだけど、どうなんだろう。この物語で武者ガンダム以外の登場人物が敵になることとかあるんですね。今のところどこかの勢力と争ってるって感じはしないんだけどな。でも冷静に考えると、僕たちと同じく武者ガンダムを自分のものにしようってする組織がいたとしても不思議じゃないか。ここに来て武者ガンダム以外とも戦わないといけなくなったんですね。それじゃ早速やっていこう。今回のミッションは空だからさっきと終わりそうだね。おっと、敵のエースパイロットが近いな。今回もエーフィールドを落とされると負けるみたいだし、まずはこいつから倒そう。で、最初のミサイルは外したか。今のミサイルが当たれば一気に半分くらいまで削れた感じがしたのに。いや、あのアニミコーンのミサイルは本当に火力が高いですから、当てれば強いんですけど、機動力高い敵だと今みたいに避けられちゃいますね。誘導が強いから割と当てやすいんだけどね。まあもう片方のミサイルを当てれたから問題ないんだけど。それじゃ早速敵を倒していこうか。そんなわけでボスのジョニーが出てきました。今回はだいぶ早いですね。フルアーマーユニコーンの効果力と空っていうマップがいい感じに刺さった感じだね。しかしこいつらこの機体と実力で武者ガンダムを手に入れに来たとか、だいぶ舐めてないか。そんな実力じゃ真のガンダム無双って認められないぜ。モンスターさんも認められてないんですけど、すごい上から目線で語ってますね。やはりともに真のガンダム無双を目指す者として同じくらいの実力を持ってもらわないとね。なんでここで仲間意識ができてるんだ。敵は武者ガンダムたちだけの方が楽だからね。おっこで倒せるかもな。倒しちゃいましたね。この難易度で戦う敵としてはだいぶ弱かったね。それにしても今回はジョニーたちだけでしたね。どこかで武者ガンダムとか出てくると思ってたんだけどね。もしかしたらこのミッション最後の最後まであいつらは出てこなくて、道中は真のガンダム無双を目指してるやつとの戦いなのかもね。その可能性は否定できませんね。フォレスさんの話によると、武者ガンダムを手に入れた者は世界を左右する力を手にするって噂が出てるらしいですし。そんな噂に食いつくって、この世界のパイロットあまりにも暇すぎるだろ。まあこのガンダム無双世界では地球圏でも様々な勢力がいますし、それだけ力を欲してるってことですよ。相変わらずこの世界は物騒な世界すぎるな。これじゃ平和にならないよ。さて次のミッションはと。なるほど、次のミッションは選択式なんですね。下は難易度一つ上がって星7で、上は星6か。ミッション概要的にはどっちも噂を聞きつけたやつと戦うって感じだね。まあせっかくだし、ここは難易度を上げて星7の方を選んでみようか。さすがに星6はもう余裕すぎるしね。それじゃ出撃。さてさて、星7になったことで何が変わるのかな。一応適当な機体で行くとヤバいと思ったから、ウィングガンダムゼロカスタムできたけど大丈夫かな。さすがに核機体の性能ならなんとかなると思いますけどね。というか今回のミッションでは即終了系のミッションがないんですね。ほっこり当然、これは結構楽だね。なんだかんだ即終了系のミッションあると面倒だったから助かるよ。意外と攻められますし、運が悪いと制圧されますからね。味方ももう少し強くしてほしいよね。まあ今回のミッションはただ敵フィールドを制圧していくだけでいいみたいだし、サクサク進めていこう。
というわけでマジでサクサク進んだ結果もうボスが出てきたね。ボス7と言っても意外とやれますね。これなら思ってたよりも楽に真のガンダム無双をクリアできるかもな。とここのボスはレイか。しかも機体はレジェンドだし相手として不足はないな。星7のレジェンドガンダムの実力を見せてもらおう。初手はいつも通りバーストモードですね。あまり強くない敵ならこのバーストモードで削り切れるんだけどどうかな。攻撃はいい感じに入ってるね。しかもよく見たらスタンしてるし、これこのままギリギリまで攻撃してコンビネーション扇を打ったら終わるかもな。ふふ、ウィングガンダムゼロカスタムの近くにいたらどうなるかをその身で味わうんだな。ちょっと例の当たり方が微妙ですけど、これ倒しきれますかね。当たってないってわけじゃないし、それに角に追い込んでるからここから一気に削れる可能性もあるけど難しいかな。ちょっとダメージが足りないか。でもここまで連れてこれたならあとは扇連打で終わらせられるぜ。せっかくだし空中扇連発で終わらせたいな。3発以内で倒せなかったらダサいですけどね。今回はいけるはず。まずは一発目。あの HP なら絶対削り切れそうですね。続いて2発目。おっ、2発でいったか。珍しくかっこいい感じに終わりましたね。いつもは足りない感じになるしね。しかし意外と星7でもやれるもんだな。もう少し苦戦すると思いましたけど、そんなこともありませんでしたね。それに後半は武者ガンダムも出てきませんでしたし、しばらくは噂を信じた人たちとの戦いが続きそうだね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。